最悪。ちょっとデート誘って断られたら、ケイ君なんて言ってメモ書きしてますわ。あ、サンキューイズルさん。リクエストしたね、俺。やることないよね。この女は何なん？そう、この女を好きになる男も何なんだでしょう。やることがないんですよ。誘えないのよ。どうやったら誘えるの？こう、タラララララララを待つしかない。あれ、銀太。まだ帰ってなかったの。あ、ああ、忘れ物か？怒ってるか？俺にもチューさせろよって顔してるか？敵に行きまで行ってから気がついた。俺にもチューさせろよ。まったくぼーっとしてんない。俺にもチューさせろよ。うるさいな。あれ、その雑誌何？なんこれ。あ、これロッカーの上に置いてあったからさ。何？あ、これ女の子の雑誌だよ。銀太、こんなの読むの。何、女心を分かろうと頑張ろうとしてるんか。こんなこと書いてあるんだ。どんなこと？お前読んだことないの？あ、私こういう本買わないから。変わらそう。お前買わなそう、こういう本。え、何この年。キスから始まる恋だってさ。いやー、何このフラグ。ねえねえ、みんなこういうの読んで勉強してんのかな、してると思うよ。試してみるか。おー、攻めるな。銀、スオー君攻めますね。試してみるか。あ、またカラオケ。いや、これしてくるわ。してくる、こいつしてくるで。こいつ強引にグー、グーくるで。いいよ。試そっか。メンヘラですな。こいつもこいつやっぱメンヘラですわ。ビキ。え、ちょっと、な。やだ、やだ。もう嫌いになってるじゃん。嫌われてるよ、スオー君。あー、行かれた。え、うん、行ってない。どれ、どういうこと。行かれたのか、行かれてないのか。銀太。ミキ。今のは行ったの、行ってないの、どっちなの。いや。わあ。あー、ありがとう、カオスさん。ありがとうございます。キス来るか。これ、キスしたのになるのかな。どうなの。マーツール。俺のが先にキスしてるからな。待って、言う。違うんだってば。したの、あれは。あれはチューしたの？どうなんだろう。言うを追いかける必要はないよね、別に。銀太とでいいよ。なんで？なんで、お、メンヘラか、お前。なんで、お前はメンヘラか。試そって言ったのお前やぞ。どうしたこいつ。自分が、そうそう、自分がいいって言ったじゃん。そう、いいって言ったな。雑誌読んでその気になったくせに。私じゃなくたってよかったんじゃない。いやいや、お前じゃないとダメなんだよ。違うよ、俺はお前じゃないとダメなんだ。いなくなるの。なんて言えよ、銀太。そうくん、早く言わんと。勝手に嫌われた。銀太が銀太が脱落です。銀太が脱落しました、レースから。はい、もう落馬しました。これってしてるの、チュー。どう思います？これチューしたの？なんか話の内容からしたらチューした感じなんですけど、したのかな？ゲーセン。お花畑。お花がね、頭がね。そうね。そうね。どうしようかな。キスされてるっていう体でいいんだよね。さっきのあの、萌えちゃんのやつにかぶすわけだけど、
そうっすね。雑誌すぐね、こういうこと書いてるから。じゃん。いいわ。いいこと、いいセリフ入ったわ。レモンの味なんてしないじゃん。完璧です。レモンの味なんてしないじゃん。ちょっとこの主人公の顔は可愛いな。目と目が合う瞬間好きだと。そうね、気づいたか。そうっすね、スイカさん。やることがないのよ、これ。寝るしかやることがなくて、平日。そうね、今度どうせ主人公ね、メンヘラだから、チューはね、レモンの味がするんだって、絶対信じ込んでるから。もしもし。よう電話かけてきたな、お前。おい、切るなよ。下手くそなくせに。チューが下手だったぞ、お前は。夕方のことだ。チューが下手だったぞ。聞きたくない。下手なんだもん。下手くそなんだもん。聞けよ。下手なんだもん。あの時、俺誰でもよかったわけじゃない。やっぱ直接言いたかったよね。ミキだから、お前だからその気になったんだ。なんと直接言えたらよかったのにね。え？それだけだよ。じゃあな。もう急に立場が変わっとるな。ちょっと。すごく今のはうまかったの、駆け引きとしては。でも二人とチューしてるからどっちを選ぶんだろうな。写真とよく合ってる。合ってるでしょ。そうなんですよ。合ってる。下入れそびれたか。ちょっとね、あの顔、あの感じはちょっとね、下は入れさせないですね。下ガードしてます。下ガードしてる。下手。いや、だってゆうくんと銀太くんと二人ともチューしてるわけじゃないですか、この子は。ってことは、どっちの方がうまいっていう列はもう絶対ついてんすよ。ただもうゆうくんが絶対うまいでしょ。遅刻しちゃ急がなきゃ。さあ、ポップな曲から。なんか誰なのこのオカマは。こいつもチューしてくんの？改札のとこで、アリミ見なかったか。アリミでいいんだよね。え、この朝からアリミさん追っかけてんの？うん、今日こそアリミとデートするつもりだったの。ね、私が言うのもなんだけど、お前が言うのもなんだ。諦めた方が良くない？お前、よう言えたな、そんな。うるさい。アリミが松浦を好きなこと分かっ、松浦くんってユウくんでしょ？でもダメなんだ。あいつのあの笑顔。やっぱ俺にはアリミが考えられないか。まあ、言ってることは男らしいけどな。やってることは犯罪やから。おっと、こんなことしてる場合じゃねえ。感情、感情。じゃあな。もうストーカーってなんでこんな感情がおかしいんですか？そう、あの顔何なんすかね？おもちゃ大丈夫？眠くない。小峠くん、あ、そう、小峠だな。ノクターンダくん、本当にアリミさんのこと好きなんだ。アリミくん、アリミくんってさ、あれですよ、女の子ですよ、女の子。アリミくんって。で、ノクターンダくんが、あの、変なストーカーよ。私にできるかな？不安になってんじゃねえよ。当たり前のことだ。一人のこっちと好きになるってのは当たり前なことやろうよ、ちゃんと。どうしようかな。やることないね。K 君とデートしたいんだけどな。まだ K 君とチューしてないじゃないですか。 K 君ともチューしそうだけどね。 K 君だけちょっと一歩遅れてるじゃないですか。 K 君ともチューしとかないと。あ、いいっすよ、いいっすよ。伊豆さん、全然、無理なさらないでください。自分でやるんで、なんかあったら。ちょっと感動。全然いいっすよ、伊豆さん。そんなモデレーターだからって、そんな使命感に駆られないでくださいね。もうそんな負担かけるんだったら、ちょっといいですわ。ドキドキ子供みたいな感、そうね。あんな、楽器になりますね。リクエストなんすか、スイカさん。何？入院している幼馴染に、画集化してるんだけどさ、俺の代わり受け取ってきてくんないか。お前が行けや。何のですかね。え、私が今日受け取りに行く約束してたんだけどさ、急にバイト入って、
学園ハンサムってハードは何ですか。ハードはどんなやつですかね。僕これスーパーはみ込んでやってるんですよ。だいたいどのソフトでもできるんですけど。頼むよミキ。しょうがないなぁ。メイコ誘って行ってくるよ。サンキュー。で、リクエストをいつでも受け付けてますので。あ、ほんますか、ありがとうございます。かわいい、この子。ちょっとこの子ありですな。この子がいい。この子と主人公交換してくれないかな。このピンクの紫の髪の子操作したい。画集受け取りに来たんですけど。あ、ミキさんですね。こんにちは。北原杏樹です。わ、可愛い子だな。だってもう可愛いよ、この子。松浦くんと幼馴染なんですって。マジか、紹介してよ。小学校が一緒だった。紹介してよ、紹介。それで入院する前、駅でばったり会ったんです。あ、PC なんすか？分かってます、イズルさん、学園ハンサムって。うん、ユウのこと忘れたことなかったから。どんな顔したらいい？すぐこれや。メンヘラだからね。怒る。ムカつくか、メンヘラだから。メンヘラはすぐムカつくんですよ。そうなの。あたし、自分の体が弱いことでちょっといじけてたの。そんな言われた。そしたら勇気づけてくれ。優しい。優しかったんだね、松浦くん。あたしなんか、いつもいじめられてばっかだよ。北原さん、献身ですよ。あ、もうこんな時間。これ借りてきた本。画集ね。よかったらまた来てね。この子に会いに来たいな。男としてこの子に会いに来たい。アンジさんと写真。いらねえだろ、アンジさんと写真。あと5枚しかないやぞ。なんでアンジさん撮らないといけないの。貴重なあと 5枚しかない。今日のことボイスメモに入れよっかな。アンさんって可愛い人だね。どこと？ジャンルは顎って何ですか？顎ですかね。どうしようかな。お出かけ。お出かけとかがないと、本当に進まないね、このゲーム。買い物にでも行こうかな。メンヘラはすぐ怒る。感情がね、何がスイッチでね、怒るかわからんで。ケイ君。あ、アリミさん。アリミさんいいですね。アリミさんも嫌いじゃないっすよ。ちょっとコンビニ、すぐコンビニや。じゃあ、そこまで一緒に行こう。こいつがライバルになるのかな？さては、勝てないぞ。一個も勝ててないぞ。ね、言うから幼馴染の女の子の話聞いたことある？え？何それ？今入院しててさ、言うよくお見舞いに行ってるらしいんだ。ほんとそれ！めっちゃ怒ってるやん。ライバルが増えちゃうのかな。やっぱこの子はゆうくんが好きだと。あ、別になんでもないよ。独り言がでかいね。牽制してるだろ。あ、そうなんすか。いや、だったら本当はソフトがあればぜひやりますよ。スイカさん、リクエストはすぐやるんで。やります、やります。ありがたいっすね。僕リクエストもらうのめっちゃ嬉しいんすよ。独り言。そう。独り言がでかい女ってちょっとやばいでしょ。アンジュさん。どうしようかな。あ、毎回お出かけができるのありがたいな。もうこの時間学校行かなきゃ。嫌だよね。わかるわ、萌ちゃん。俺も。面白かった。ちょっと待って、ね、読めたら、予想見してます。ありがとう。でしょでしょ、いい話だもんね。あ、あの小説ね。あ、主人公のモデル、覗けばな。バレている。バレている。
メンヘラ、メンヘラ。主人公がメンヘラだからすぐに分かったぜ。なんで分かったの？だって主人公がメンヘラすぎて感情の起伏が激しすぎるんだもん。どうしようかな。やることがないんだよな。あ、ゆうとおしゃべりが。ケイ君が全然出てこなくなったんですけどね。ケイ君は何をしてんですかね。あれいない。ゆう。まだ帰ってないのかな。なんだ今のは。今のイベント必要ですかね。どうしようか。やることないからほんと寝るしかないんだよね。どうすればいいの？ケイ君とデートしたい。一列ケイ君のシール貼るか。気になるな。ケイ君のシールをもう一回貼るか。やることなくて、ケイ君のシールを横一列貼りますか。だからケイ君とデートできるかも。でもおまじない一回しか使えないって言ってたんで、あ、もうおまじないは使えないんだよね。すぐコンビニ行くやん、こいつ。コンビニにしか行くことないのかね。このポップな曲ができると、なっちゃんと涼子先生、誰だ、なっちゃんって誰、涼子先生ってまさか女なの、この子、なっちゃん、おう、あ、男だよね。なっちゃんがこっちか、涼子先生はこっちね。もうなかなかタイプですな、このシュッとした。ちょっとコンビニ、このメンヘラはコンビニしか行かないな。そう、コンビニしか行かないんですよ。あ、今週は早く帰るな。ちょっとすぐちょっとコンビニにしか行く。あれ？メイコちゃん。どうした？何してんの？わ、ミキ。ごめん。今焦って、ダン、どうしたよ？怒らしたか？なんかした？あれ？美輪明宏さん。よう、小石が。秋月見なかった。あ、つけてた。おー、こいつもストーカーか。なんだこれ、ストーカーだらけは。え、これ、ストーカー育成漫画ですか、これは。ストーカー育成ゲーですか、これは。ストーカーを肯定するゲームなんですか、このゲームは。いや、三輪さんって三輪明宏さん以外誰かいないのかな。ストーカーしか出てこないんだけど。手帳で、でもう一回使ったからダメだもんね、確か。やることないんだけど。占いしても同じことしか言わないし。男はストーカー、女はメイク。めちゃめちゃなゲームっすね、スイカさん、ほんまっす。どんだけストーカー女。なんなの？ストーカーとメンヘラしかいない。でも女の子の友達は結構まともよ。主人公の、女サイドは主人公が結構まともよ。今んとこ。男は基本メンヘラ。男は基本ストーカーか、すぐチューしようとするわ。あ、もうこの時間か。じゃあメイク、私ここで。あ、バイトか。今日、主役の誕生日だよ。そうなの。なんで知ってるメイク。この間。ボブソンズ寄った時、土屋くんがいて話に出た。そうなんだ。うん。じゃあ、プレゼント買っていこうかな。いや、そんな軽い気持ちじゃ買ったらあかんぞ、ふーんとか。失礼やな、こいつ。喜ぶね。何買うのかな？あの意味のわかんない、その、雪だるまのキーホルダーとかじゃダメで。この世界すごいっすよね、確かに。5000？ 何やってんのこいつは。こいつはマジで何を言って。よ、このま、嘘つきいらないだろ、あんな。いや、やめた方がいいって、メンヘラって思われるって。絶対使わない方がいいって。絶対使わない方がいい。親とかさ、妹にあげないと。ありがとう。ところでピアノレッスンの方はどう？すっごく厳しいよ。あ、そうだ。今日、すずちゃんに会ってさ。いや、あのキーホルダーでめちゃめちゃさ、だけどバースデーくれって言ったら、ほら。あー、かぶった。かぶったのか。嘘。どうかした。あー、オッケー、ダブルさん、ありがとう。プレゼントどうしよう。渡すでし
なんで渡さないって選択肢があるの。ダムさんありがとうございます。でね、なんでふーん、ふーんっておかしいよね。そうなのよ。じゃあっていう、そう、じゃあとかで、ね、ふーんとかがね、メンヘラがあるんですよ。渡す。当たり前や。あり、おめでとう。ていうか、これ、かぶっちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい、かぶっちゃって。ごめんなさい、二人で一緒に帰り行ったのがバレた。すっごい間抜け。ほんと、メンヘラで間抜けです。この主人公はメンヘラな上に間抜けです。ありがとう。ケイ君かわいいなぁ。ケイ君はまるなぁ。ケイ君ですわ、やっぱ。このゲーム、ケイ君です。俺、たくさん曲が作れ。かわいい。かわいすぎる。やっぱケイ君だ。ケイ君を好きになりました、僕。よかった。ケイ君だな、完全に。スオーさんとかね、入る隙間がないよ。ケイ君です、このゲームは。ねえ、ケイ君。これ読んでみない？すぐね、このメイコちゃんの小説使い回すからね。絶対そうでしょ。これね、すぐ、自分が書いたやつならいいけど、ちゃんと許可取ってんすかね、メイコちゃんから。メイコちゃんから許可取ってるならいいですけど、ちょっと不安ですな。メンヘラとマヌケ。いや、メンヘラでマヌケ。違う。メンヘラとマヌケじゃなくて、もういっちゃう。メンヘラでマヌケなの。すごくない？へえ、すごいな、あの人。呼ばせてもらうよ。そう、すごい。後で感想を聞かせてね。ケイ君、本当に。そうですね。見てください、この微笑んだ顔。いい写真ですわ。自分が主人公だから人に勧めたいんだよ。そうね、そうですね。スイカさん。今日のこと、メイコに話そっかな。話してあげよう。ケイ君の誕生日教えてくれてありがとう。そうそうそう。まずちゃんと自分が調べとかな。まず。人から聞、これ何なの？もう決めた。今日決めました、僕は。もうあなたしか見えない。もう決めました。もうあなたしか見えない。もう決めました。もうこれ以上の人はいないと思うんで。もう、あなたしか見えない24です。はい、完璧。もう、あなたしか見えない24。あ、しのさん、こんばんは。ありがとうございます。体調いかがですか？ゲーム配信も今後ミラティブでしていくんすよね、しのさん。楽しみですわ。遊び行きますからね。言ってくださいね、ミラティブするときは。わあ、綺麗なお月様。知ってます？しのさん、この、ママレードボーイ。珍しくコンビニじゃねえな。あ、りっくん、オッケー、おやすみ。ありがとうね、遅い時間まで。なんだか人が多い。あ、ミキさん、すずちゃん。私のライバル。同じプレゼントを買って。うん、こっからそこで、CM の撮影。モデルさん、まさか。この子モデルなんだ。勝てないじゃん。勝てないじゃん。みかんそことそう。三人から迫られてるくせに、めっちゃキレてるよ。な。いいな。三人の中から誰でも選べて。確かに。私も綺麗な男の子ばっかりファンに選びたいな、そうね。変なジャガイモみたいな顔したいファンしか大体ついてないからね、こういう子は。それで私にまるで、私が三人の男の子キープしてるみたいじゃん。してますけど。あなたしてます。あなたしてますけど。あれ？違うんですか？そうです。この子は、お前よ。お前やぞ。でもそれってモテる女の子の特権ですよね。確かに。え？早く私もミキさんみたいにいっぱい恋したいな。いやだからファンのジャガイモと、ジャガイモと恋せえや。
あ、そうなんですか。よかったっすわ。しのさん、心配してました。ミラティブ毎日するんですね。いいっすね。ぜひぜひぜひ。あ、撮影始まるみたい。じゃあまた。してますよ、してますよって、スイカさんは何がしてます。あ、キープね、キープね、オッケー。そうそう。萌えちゃん、キープしてるから、ね、完全にこの女キープしてます。あー、そうっすね。ただいまんごジュースっすね。ありがとう。あ、アニメですね。これね、見ない方がいいですよ。もう主人公がベンヘラで間抜けってやばいんで。で、男は全員ストーカーです。果たして、すずちゃんが言ったみたいな女の子見えんのかな？ちょっとショックだ。何を言っとんねん、お前。こいつが何を言ったら喜ぶの？この女ベンヘラすぎてやばいんだけど。ついていけね。そうっすね、イズルさん。絶対ミオちゃん効果だよ。ミオちゃん効果でしょ、ミラティブは。もう寝よーっと。おやすみなさい。ミラティブのその人口って多いっすもんね、意外と。ミラティブ視聴人口みたいなのは。だからじゃないっすかね。多分。桃鉄みたいな曲。ねえねえ、メイコ、お茶してこ。うん、いいよ。メイコちゃん優しい。メイヘラが映らないか不安ですわ。この子のメイヘラが映らないか不安でしょうがない。そうだ、ミキ、知ってる。公園通りで美味しいケーキ屋さんができたんだよ。はい。本当？じゃあ、明日の帰りでも行ってみようよ。そんなんだから太るんだよ。絶対、ゆうくん。ほら、ゆう。登場の仕方。まさか何か嬉しそう。いいことでもあったの？アンが今日退院するんだ。アンってのはあの紫色の入院してた子ね。あの子にしなよ。よかったね。あ、あの子にしなよ。メンヘラやめといた方がいい。いいよ、ほんと嬉しそう。こんな喜んでるの見たことないや。確かにめちゃめちゃ喜んでるね。可愛いもん。スマホで簡単に配信。そう、いいっすよね、スイカさん。あ、スイカさんもミラティブしてるってことね。メンヘラ感染危ないよね、萌えちゃん、ほんと。ほんと、どうだった？面白かった。主人公の女の子、俺のタイプだな。かわいい。分かって言ってる。分かって言ってる。ちょっと素直になってきましたね、ケイ君が。なんでそんなに驚くんだ？ケイ君がメンヘラ好きですか？ちょっと嬉しいような悲しいような微妙ですけどね。そんな自分見ら、あ、そうなんすか。いや、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。そうなんすね。全然知らんかったっすわ。ミラティブって最近知ったばっかなんで。はいはい、全然あの、時間があった時遊び、銀だとおしゃべりができます。あ、スマホで簡単にできるからね、生放送。携帯でできなく、YouTube でできなくなったから、それこそミラティブに流れるかもね。それはあるかも。自分が学生の頃、制服の色こんなんだった。ダサすぎるよね。絶望的にダサいっすよね。やったことない。あー、ゲームしたいんだったらミラティブありかもな。あ、そうっすね。スイカさん、いつ、何時頃してるとか言ってくだされ、ほんと行きますよ。ね、シノさんね。メンハイラ感染広まったらやだな。こいつの感染力強いよ。めちゃめちゃ強いからね。学校中巻き込むわ。ごめん。やっぱり明日行けそうにない。え？明日なんか約束してたっけ？いや、だからさ、いや、待って、お前と明日って約束してないんだけど。え、何？あれ？ミキ、なんで鈴木さんの家にいるんだ？はぁ？おい、タイムリーエラーだぞ、お前。完全にタイムリーエラーしてるわ。はぁ？あ、ごめん、間違えた。何しとんだ、銀太。アリミさんと何か約束してんの。なんでこの男はこんなに恋愛ベタなんだ。別にチャーだ。ことごとくチャンスを潰すやつ。一生這い上がれないタイプ。一生這い上がれないタイプ。銀太とアリミさんが、いいな、銀太。やるじゃん。アリミさん行けるんだったら。絶対アリミさんに行った方がいい。ゴールデンウィークか、入ってから入れたから、あ、そうなんすね、最近。そうか、ミオちゃんも最近って言ってたもんね。そうっすね。ミラティブは面白そうですね。あ、ミラティブってはですね、ツイキャスとかわかりますかね？ツイキャスに